どうも、ショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕がですね、今までゲストを呼んできて、ゲストが一気に僕の部屋を見るわけですよね。そうした時に、その受け入れるキャパがですね、一瞬で跳ね上がっちゃうの、オーバーしちゃうので、単純にドン引きされるだけなんですよ。一気に見せると。なので、まあこうやって小出しにですね、見せてるわけなんですけど、今回は僕のミニマリストとしての台所をですね、見せたいと思います。僕は人んちの台所結構見るんですけど、まあやっぱ、そういうところがすごいですね。普通の部屋は単純に物が置いてあるだけじゃないですか。でも、その台所に関しては、その食べ終わったものが置いてあったりとか、生物が置いてあったり、まあ結構その一瞬でなんか空気がなんか臭くなったり匂ったりとか、結構こうシビアな空間、それが台所だと僕は思ってるんですけど、あなたの台所はどうでしょうか。私の台所、自慢の台所ですって言うとしたら、ぜひコメント欄にですね、その自慢をですね書いていただければしっかり読ませていただきます。はい、じゃあですね、まあ早速いきますか。じゃあ今からですね、僕の台所を見ていただきます。せーの、ドーン。あれ、ちょっと、はい、せーの、ドーン。ちょっと分かりづらいですかね。はい、ちょっと引き気味で、こんな感じです。はい、はい、こんな感じです。下から行くと、こんな感じでーす。はい、この空間に物は何個あるでしょうか。これとこれですね。で、あとここにたわしがですね1個あるんですけども、はい、まあ今ちょっと物がないってだけなので、正直このコンロは近くで見ると結構汚いです。ちょっと上から見ていきますか。まずはこちらです。何が入ってるんでしょうか。バレン、鍋が入ってます。鍋オンリーですね。はい、じゃあこっち何入ってるでしょうか。どう、何も入っていない。まあ、あー、ここでピントが持って、こんな感じですね。まあ何も入ってないです。まあここは初めはヒューロムの箱がズドンと入ってたんですけど、それももう1ヶ月使わなかったので、もう断捨離しました。はい、中間のところはこんな感じですね。はい、下はですね結構入ってます。はい、じゃあ見ていきましょう。まずこっち、はい、電子レンジです。普段物入ってないので電子レンジがここに入っちゃってるですね。で、次にこちらですね。ザザーン。こっち結構密集してますね。お皿、コップ、これはネティーポット用ですね。鼻うがい用のやつです。で、これがヒューロムのなんかこうこの取り替えというか、だからアルミホイルを敷いた上にスプーンが2本入ってます。アルミホイルの上にコップとか汚くないのって言われるんですけど、見栄え的にもかなり良くないのは僕自身ですね、理解してますんで、はい、お許しください。はい、下行きます。ドーン。サランラップとアルミホイルと、これはお線香です。お線香入ってます。全然和な部屋じゃないんですけど、お線香は炊くっていう。はい、一番左は結構扉でかいんで、いっぱい物入ってるんじゃないでしょうか。はい、ででん。これが、もう、4年使ってますね、これ。長いなぁ。で、これが、ゴミ袋になる用のビニール袋。で、これが、これも正直、もう2ヶ月ぐらい使ってないので、断捨離してもいいんですけど、これはまあ、今後に絶対必要になるので、このまま持ってます。で、これがですね、これも、5年選手ですね。ゴキジェットプロ。で、これが、ヒマラヤの岩塩ですね。はい。じゃ、あ、でですね、ここですね。包丁が、セラミック包丁が入ってます。最近切れ味が悪くなってきました。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけど。はい。で、こうやって見ると結構入ってるかなっていうふうに思うんですけど、いかがでしょうか。いや、全然多いですよとか、もっと減らせますっていうのでしたらね、そういうのもですね、ちょっとぜひコメントで、あなたの意見を聞かせてください。冷蔵庫の中身をがっつり見せるっていう機会があんまりなかったので、まあ今回、ちょっと見せたいなというふうに思います。せーの、ドーン。何も入ってない。はい、下でれれれれー、お箸が入ってます。あ、ちょっとすいません、汚い。で、下にはプロテインとレモン、レモン果汁とリンゴ酢とごま油っていう、ちょっとよくわからない組み合わせがありますは
はい、で、こっちには何もなーい。いかがでしょうか？ドン引きしてますか皆さん。はい、いかがだったでしょうか？結局その、僕一人暮らしで、独身なので、こういうことができてるわけなんですけども、あなたがですね、結婚されていて、家族もあってっていうのでしたら、まあこれはちょっと、まあ難しいかなっていうふうに思います。チョッピンさんは料理してるんですかっていうことなんですけど、僕実はですね料理するんですよ。あの毎日してます、自炊してます。キューロムで野菜ジュース作ったりとか、まあそういうのはしてるんで、自炊はしてるんですね。で、食材どうしてるんですかっていうと、必要な分だけ買ってその日にも食べるっていうことをやってます。まあ近くに歩いて5分ぐらいのところにスーパーがあるので、もうそこに行ってですね、あの必要な分を買ってきて当日に食べると。冷蔵庫にですね、あのパンパンに詰めていた時もあったんですけど、あの賞味期限が結構切れちゃうんですよ。納豆とか卵とか特にそうでしたね。結構ゴミになっちゃう、ロスが多いっていうか、そういうのが多かったので、じゃあもう必要な分だけ買えばいいやっていうので、今の状況に落ち着いてるって感じですね。まあ参考になればですね、参考になったのか、ドン引きにしたのか、ちょっとよくわかりませんけども、そこら辺ですね、ちょっと皆さんのコメント欄とかグッドボタンで、ドン引きしたのか、それとも、共感してくれたのか、そこら辺ちょっと教えていただければ、すごい嬉しいです。はい。で、この動画がですね、ためになりました。もっと他の動画を見たいです。っていうのでしたら、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。ということで、今日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。